まず 0-3 っていう結果、本当に悔しいですし、まあ、前節敗戦もそうですけど、こうなかなか自分たちがやるべきことできなかった、得点もできなかったっていうのは本当に悔しいので、力が足りないなっていうふうには思いましたし、まあ、自分もそうですけど、いろんなところで不愉快な思いさせてしまうようなこうプレーをしてしまったのが一番反省すべきとかなと思います。まず可能性としてゼロになったわけではないので、次に向かって進んでいかなきゃいけないですし、そのつもりですけど、まあ、今日のような試合、まあ、前節も含めて敗戦、悔しい敗戦続けてしまったっていうのは本当に力足りないなと思ってますし、変えなきゃいけないっていうふうに思っているので、今まで以上の力でこう変えパワーを出していかなきゃいけないと思ってますし、もう一度チームとして戦うことをやっていかなきゃいけないと思うので、その部分一番こう変えていきたいですし、まあ、次の1週間でこうゴール前でシュートまで行く回数を増やす努力をしていきたいので、まあ、ちょっと 無得点が続いてますけど、コンビネーションが増えてきたり、こうギリギリのところを足振ってればっていうシーンがないわけではないので、そのなんとか点を取るっていうところをこだわって準備したいと思いますし、まあ、失点も重ねてしまっているので、もう一度チームとして守っていかないといけないと思うので、誰かのせいとか誰かお願いしますじゃなく、チームとして守っていけるようにまた準備していきたいと思ってます。まず今日ホームでこういった悔しい思い、僕らもそうですけど、いろんな方にさせてしまったっていうのを受け止めて、幸い取り返すチャンスが次ホームであるので、もう本当に今までいるパワーを出して勝利できるように準備したいと思います。